天津市は中華人民共和国に位置する直轄市、国家中心都市の一つ、略称はつ、天津は河北平原海岸の五大支流の合流するところに位置し、東に北海を北に縁山を望む。市内を流れる海岸は天津の母親川とも呼ばれる、寒北海湾地域の経済的中心地であり、 中国北方最大の対外海方向である。首都北京市とは高速道路、高速直通列車、京神城際線によって0.5から2時間以内で結ばれている。もともとは海岸の河口であったが、川口の探空に大規模な港湾やコンテナターミナル工業地帯が形成されている。中国有数の大都市で、 2014年時点での都市圏人口は1535万人。1月の平均気温はマイナス3.2度。7月の平均気温は26.5度。ネオ平均気温は12.8度。年降水量は5 4 4 3ト、mm、ルであり、亜寒台東気象雨気候である。天津は随大に大運河が開通し、南運河と北運河の交差地点の3回開口が、その発祥である。 中東以降は南方からの食料輸送基地となり、近代には自家古祭、現代には海津鎮が設置され、食料輸送以外にも軍事拠点としての要衝とされた。1400年、主体が兵を率いて南下行為を散脱すると皇帝が川を渡った場所を意味する天津の地名が初めて登場した。千四百四年、 軍事基地としての A が設置され、翌年には天津左 A が、さらに2年後には天津右 A が設置された。新代の1652年に3 a が統合され、天津 A とされ、1725年に天津州、1731年に天津府と解消され、天津府の下部に天津県、聖海県、青県、南平県、延山県、慶雲県、 総州を管轄した。新末には天津は直霊総督の駐在地とされ、李工省や遠征外によるヨウ派の拠点となった。1858年、アロー戦争で英仏連合軍に敗北し、天津条約が締結された。ついで締結した北京条約で1860年に天津は開港され、以後北京の外交として、 急速な発展を見た。このため19世紀後半から20世紀前半にかけてイギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、ベルギー、イタリア、ロシア、日本が相次いで疎開を設置し、中国で最も疎開の数が多い都市となった。1900年際団の乱では8カ国連合軍が天使により上陸し、北京を占拠している。 中華民国が成立すると1927年に天津市に昇格。その後の日中戦争では1937年より1945年までイタリア疎開を除きよう町名政権と日本軍により統治され、またイタリア軍のイタリア極東艦隊が拠点を置き、日本と共に戦った。戦後はアメリカ軍が駐留したものの1949年に 中華人民共和国が成立すると天津は直轄市に指定され、中華人民共和国の工業及び貿易の拠点として発展し、現在に至っている。遠隔天津市、編集河北省天津線区、編集河北省天津市、編集河北省天津地区、編集天津市、編集日本、編集日本以外、編集天津の中心業務地区2011年の、 GDP は1兆1191億元である。中国の都市では、上海市、北京市、杭州市、新鮮市に次ぐ第5位である。北京市から高速鉄道で30分という地理的環境、ベトこの結果、浜海深区を中心に、中国のマンハッタンと呼ばれる規模の高層ビル群が出現したが、2016年頃から、 シャドウファイナンスの活動抑制などの影響により、不動産市況が一気に冷え込んだ。この結果、中国屈指の超高層ビルである、抗議金融117ビルの建設中断や、オフィスビルの空室率が60%を超えるといった状況も見られるようになった。長崎銘菓よりよりは、天津銘菓の朝花地が日本に伝わったもの。 天津藩と称される料理は日本における中華料理の中で誕生したもので、中国では存在しない。天津甘栗という名称も日本だけのものだが、市内には、商法といたメリツコという甘栗の名店がある。天津三絶という名物は、犬振りパオズと十八街やサハナジとジダガン寺のことを、指す。南海大学鉄道天津地下鉄路、千津航空回路天津小津湾広場の夜景。 ありがとうございます。